おはよう。うん。アンクもいらっしゃい、カピゴンも。あ、森ちゃんも、トイチモチも、こことかよく来てくれてるよね。ありがとう。うん。朝からありがとう、みんな。はよ。レモンさん、初かな？ありがとう。コメントは。どうね？おはよう。デジちゃんも、154もいつも来てくれてるからな。ありがとう。今朝は西宮にいます。兵庫の？仕事で行ってんのかな。え、でも日曜だからまあわかんないけど。よっせありがとう。朝からみんなありがとう。ああ、了解です。ジンさんおはよう。ありがとう。ぼうちゃんはいるかな。おいちゃん枠開けたで。ターさんも俺んとこではあんまりコメントしない人だよね。ありがとう、コメントしてくれて。うん。なるだけ俺頭の中にコメントしてくれた人を覚えるようにするから。よろしくね。うん。頼むね、これからも。あ、潜っててのはいいんだけど、あ、コメントしたくなった時にだけ打ってくれりゃいいの。それでいい。うん。タンタカ、いつもありがとう。へぇ。まあな。おじさんはこんなもんですから。ナーナーさん、よちよち。よちよちって言われる年じゃねえから。よちよち歩きのよちよちかもしんねえけど。なあ。ブチャラティさん、ありがとうございます。よし。でも今日はあんまりロングでやんねえぜ。うん。あなたファン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 ミンゴン。シャウトさんもおはよう。タンさん、ありがとう。おどす。四つの心、ナムル決まった。おどす。シャウトありがとう。四つ早起きだね。人のことは俺も言えねえけど、人のこと言えねえっていうか俺寝てねえかんな。変な時間に今日起きちゃったからよ。
あの人、LINE でさ、おはよう。ななさん、何も別に謝ることなんかないよ。あいえもんもいつもありがとう。プロス。仕事中、この時間？日曜なのに？大変だな、お前。コブ太郎ありがとう、お茶一発。それも俺の養分になってるわけよ。ありがとうございます。音楽うるさかったら言ってね。大体さ、俺いつも思うんだけど、坊ちゃん必ず飲み差しを置いてくよな。マジで。俺、半分ぐらいの飲み差し残してくんだよ。飲めっつってんのかな、これ。まあいいけどよ、飲むけど。ぬるいんだけどな、もうすでに。飲んどいてって。いやどうかな。まあ飲むけどね。もったいねえから。まあ。流しにガーって流したってしゃあねえべや。今日は日曜だからなーにもしねえな。明日はちょっと出かける。ガチで俺明日は本当に出かける。ちょっと病院行ってくるわ。あと病院行って、あと役所行ってみたいな。あ、草なめいつもありがとう。いらっしゃい、おはよう。病院行ってこい。なっちゃんおはよう、なむる、決まったあざーすからのかかおはよう。わみちゃんもおはよう、いつもありがとう。
うわみちゃんありがとう。うん。でもさ、俺思うんだけど、この今のね、俺が今さら語ることじゃないのかな、もう。俺はもう、過去の、なんかにぶら下がってやってる人間だから、あれだけど、今の配信業界、配信界って、すごいよな。みんな、パイの取り合いで、コマの。やっぱこれで食ってくって決めた人間は強烈だよな。圧倒的に金くれ金くれマンになってるな。見りゃわかるな、それはすぐに。いや、俺、四つの心、行く病院は、混み合わない病院だから。ED 治療の病院だから。ゴン太郎さんいらっしゃい。チンチンの病院だから大丈夫です。はい。そこは混み合わないんで。はい。さっき、俺、ちょっと面白い女の子見つけて、ああ、この子面白いなと思って、ちょっとコラボ上がってくちゃべてたけどね。ああ。モンタ、おはよう。いつもありがとう。面白いで、その子。意外と。うん、口悪いけどな。うん、酒飲み配信雑談。うん。まあ、俺は、うん、まあ、コラボ上がってって言われたから、いいよって、俺上がったけど。1時間も喋ってないの、30分ぐらい喋ったかな。うん、来るかもしんないよ。ここにコメント打ったらこの子だよって俺言うから、みんなもしよかったらフォローしてあげればいいんじゃない。うん、俺はそういうの何とも思わねえから。今日は、うん、面白かったかな。面白いっていうか、うん、まあ昔の俺の若かりし頃の俺がいたな。うん、まあ俺が年取るってことはリスナーのみんなも年取ってるわけだからさ。コングさん、おはようさんです。そうよ、俺が年取るってことはみんなも年取るんだからよ。何年前から俺見てんのかわかんねえけど、まあニコ生時代から見てる人もいりゃ、うーん、それ
かスティッカムからかもっと前だったらっていう話じゃん。いいんだけど、おすすめ欄、ああ俺はだっておすすめタボ乗らないからな、まあ、しゃあねえな。でもタボ知ってる？キャスがちょっとミスってあの俺のことをおすすめ欄に載せた時1800ぐらい来たんだよ。ウケんだろ。即おすすめから外したけどな。だやっぱ俺のことは嫌いなんだよな、キャスは。そう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 。まあまあ、しゃあねえっちゃしゃあねえけど。ただ、ある程度、利益共有をしてるから、俺んとこにお金を投げてくれる人がいるから、その利益の一部は、サイトが、もらうわけじゃん。ただ、それは俺は勝手にサイトがやればいいと思ってるし。だってそれでサイトが、俺は使わせてもらってるから、うん。FC2 から、FC2 の時はまだまだイケイケだったな、坊主さん。ああ、たっちゃんいらっしゃい。おはよう。坊ちゃん、これ、ぬるいとまずいだ、これ。絶対聞いてんだよ、これ。コメント打っていいや。ED 治療？いや、するよ、だから。もう、いよいよ。ダメなんだよ。坊ちゃん。絶対打たねえんだよ、俺。あれ、へそ曲がりだから打てって言うと打たねえんだよ。明日行ってくるよ。酒飲んでたから立たないって言ってます。いや、飲まなくてもどうかな。なっちゃん、ありがとう、ワード、決まった。アザースからの反面おはよう。おはよう。俺もさ、クマが恥ずかしいわけじゃなくて、下向いて、メガネをこうやって、ここで、磨くだけ。なんで？クマが できたのは何が恥ずかしいの？俺がサングラス似合いすぎてるから、ってことですか？ありがとうございます。俺サングラス似合ってねえよとか、そういうアンチはいないんだよね。クマとかなんだとか、んなこと言われたことないんで。はい、オッケーです。はい、ありがとう。目力がすごいから？歯なんか、あ、入れば入れりゃいいんだよ、うるせえな、この野郎。
パンダ師匠、まあダンロップそういう喧嘩売るのはやめてんの、もうほっときゃいいんだ、こんなの頭悪いんだわ、頭岡だから。うん、サングラス似合わないやつなんかいねえだろ。え、あ、そう。いや、まあそれはいいけどね。それは、でも合わせに行くべや。あの、勝手にネットとかで買うと外れ多いだろう。俺はショップで買うよ。行って合わせて、あ、これいいなーって。うん。なんで家で帽子とサングラスしてんの？頭は剥げてるし、ね、サングラスかけてる方がちょっと洒落てるから。ああ、おい、入れ歯を入れるのいつなんだよ。明日俺に100万ツイキャスから入金あったら歯医者行ってくっから、うるせえこと言ってんじゃねえよこの野郎。家も作ってくるよな。よろしく、よろしく。おめえらもなんかの手段で金稼げばいいじゃねえかよ。こんなとこでネットに張り付いてねえで、どうせニートなんだろ、実家暮らしのクソがよ。こんな時間によ、日曜日はお前なんで起きてんの、バカなのお前。おめえが恥ずかしくねえのかよ、俺の放送なんかはずな、張り付いてよ。ダメだろ、実家暮らしのニートってお前じゃん。え、俺実家じゃないんですけど。家賃はきっちりツイキャスの収益で払ってますけど。何か？あ、まあたまに、うん、リスナーさんからの、投げ銭でぶっ込む時もありますけど、ちょっとお借り取ってきますね。なんでこれ紐一本ピロンって出てるのかな。まあいいや。ペリングちゃん来ねえな。あとで行くとか言ったら、あ、寝たな。はいよ。よいしょ。恥ずかしいからかぶってんだよ。7時は普通起きる時間だよ。うん、起きたの？起きて、俺の放送すぐ見ちゃうんだ。おい、病気だよ。マジで。起きたら自分のやることやれや。何にもやることねえのかよ。フラットバあの殴る決まった。アザースからの油目おはよう。
あ？ずっと起きてるのやることないの？やることなんかあるわけねえじゃん。配信で稼いでんだから。枠開けてこうやって、な？茶枠もらって食ってんだよ。なんだよ、文句あんのかや。クソがや、おめえらや。ふざけたこと言ってんじゃねえよ、この野郎。あんたたち行くわよ。いいわね。ゲリ。なあ。朝よ、7時に起きるんだよ、普通の人間はって言いながら。起きた瞬間に俺の放送来て何にこと言ってんだよ、バカがよ。あ？あったまりな。あたおかだで、んなの。自分のことやれや。こっち来んなよって感じ。今月稼げてんの？勝てていけそう？あ、だから、あと、だから10月の25日には100万ぐらい入ってくるけど、うん、片手とか舐めてんの俺のこと、バカにしてんのかよ。フラットマオのナムル決まった、あざーす、あれだ。もう、こじきとか言うのやめた方がいいよ。ああ。配信会は、じゃあ YouTuber も全部こじきなんだな。おい。じゃあおめえなんか、やってみろよ。金が欲しいんだろ？羨ましいんだろ？正直言えよ。おい。金が欲しいんだよ。楽して金が稼ぎてえんだって言ってみろよ。でも楽じゃねえからな。わ、はっきり言っとくけんな。この世界はそんな甘いもんじゃねえかんな。ギャンとダリル？ギャンとかダリルとかなんか爆投げなんか俺に入れてるわけねえだろ。サシス？あの人は俺にお金を貸して回収した人ですよ。わかる？貸した金は回収する人がお金を投げるわけないでしょ。俺は、だから差し数それでいいんだよ。返したんだから。もうそれで終了。うん。お前は貸したら返、俺人に金なんか貸さないもん。嫌だよ、信用できねえもん。そんなやん。絶対俺自分の銭は貸さないよ。バカなのって思う。いや、貸す金もないもんなとか、まあそれでもいいんだけど、まあとにかくそういうことはない。うん。まあとにかく、返してって言われりゃ、はいはいって。じゃあ借りた金は返してるんだから、もうそれでいいじゃん。なあ。なっちゃんありがとう、決まった。あざす。でもさ、俺さ、受話器のこの画面も見てても、やっぱカメラ変えると、画質上がるな、これ。なあ。はいはいじゃなくて、普通ありがとうございましただよね。あ、ありがとうございます。ギャンさん、ありがとうございました。あなたと共に
レモンの匂い。江口に文句言いながら、だから江口は返さなくていいって言ったから、それで後から文句言ってくんじゃねえよっていう話だよ。なっちゃんありがとうだの、決まったーだー、金の話とか見ぐり、もうお前らさ、俺がお金がバンバン入ってくのじれるの、もうしゃあねえじゃん。だって佐野に投げてっていうリスナーがいるんだから、こんなとっつぁんによ、もうしゃあねえんだよそれ。もう諦めろよバカが。な、やめろよ。あーめぐ、おはよう。おはようさん。そりゃそうだんべよ。500円とかでバンバン、よい、チリも積もれば山となるから。そうだろ？こんなんに投げる。そうよ。だから53にもなるようなおっちゃんに、こんだけ、あの、おかみいらっしゃい、おはよう。だからこんなんでも配信者として成り立ってることがありなのかなって思う。違い、あれ試したんだよ、こいつ貸すかなって。貸さねえや。なっちゃんありがとうなの、決まった、あらす。俺は自分でなんとかできると思ってたから。一人が投げてるだけじゃん、差し数。そんなことないよ。うん、こんなおっさんにも魅力があるんだろうな。だから可能性はあんだってな。そうよ。なんかしら、まあ俺の魅力はどこにあるのかわかんねえけど、うん、そこはね、うん、正確には赤で一人が投げてます。ああ、じゃあソース出して、森本さん。もう、あんたも気持ち悪いんだよ。うん。食えてることが佐野さん。まあ、俺はインターネットで食えてるから。まあ、そういうことよ。ああ、ビーフカリー。まあ、どうかな、そこら辺はわかんないけどな。うん。いや、その100万稼いでみろとかはないけど、俺もだって普通に考えたら今回はちょっとドカーンってくるけど、普段はまあ30とか40だよ、平均値は。うん、154、ありがとうなの、決まった、あら。そうよ。うん。ね。ハゲちゃんブロックされんの気をつけとけな。うん。リンゴ食えなくても人間死なねえから。わかった。お前リンゴは好きなんだ。え。
くだらねえな、お前。あれはおめえ、某が、俺遊んでるだけだよ。で、乗ってるだけだよ、おめえ。あれ、片手からだいぶ落としたね。自信ないの？ああ、もう俺はね、25万ぐらいあれば、生活はできますんで。柿なんか好きじゃねえもん。だから俺フルーツ好きじゃないんだって言ってんじゃん、昔から。何言ってんの？食えねえだろの前に好きじゃねえよ。バカか。だったら最初から、ふかしで、ふかして稼いでる風なこと言うの。いやいやいや。だから、これで食ってるよって俺言ってんだから。もう、夫人にすま、いいんだよ、坊ちゃんは。俺のスマホはいくら触ったっていいの。あの人は特別なんだよ、俺ん中では。だ、いいんだよ、うん、そこは。なっちゃん、コンテありがとう。うん、せんべいも食えないよ、口の中が血まみれ。何言ってんのかな。もしくはせんべい食わねえし。うん。俺そらありがとう。まあまあ、みんなね、それぞれね、文句ばっかり言うから。朝からバカにされて大変だね。朝から人のこと小バカにして、お前も忙しいな。他にやることねえのかよ。お疲れさん。すべての食べ物を揉んでんだよ。揉まなきゃ味わからないよ。もんでなんぼだよ。ああ。そうだろ？丸飲みはダメだよ。もんでなんぼだよ。ああ。アンチは夫人に甘えてんだよ。どうせブロックされても解除。まあ、そこはあるかもしんねえな、最近はな。もう俺はもう坊ちゃんに任せるよって言ってから。ザラメおじさんは俺じゃねえだろ、おい。メロンパンナ。おい、ザラメおじさん俺じゃねえだろっつうの。なあ。チースじゃねえからな。俺じゃないよ。うん。もうこれ D ちゃんはもうブロックするわ。もうコメント消しても無理だよ。過去コメ残ってるから。お姉ちゃんに言ってんの？もうメロンパンナもいらないからおめえ。クソみたいなの食んなよ。気をつけろよ、お前。さよなら。
聞いてねえから。どうもいらっしゃい。でも、腰ついてねえから、ブロック対象だからね。何しに来たの？なあ、おはようございますって一回も来たことねえだろ。リアップ？うん、おはよう。聞いてるからブロック、邪魔だからだよ。邪魔なの？うん。俺は勝手に枠開けるだけだから見なきゃいいだけじゃない。なんでムカつくの？佐野が金稼いでるからだろ？配信やって。なあ、それだけお前はっきり言えよ。なあ、佐野はネットで金稼いでるからムカつくんだろ？正直言ってみろよ。おい。ムカついてんの？じゃあどこにムカついてんだよ。はっきり言えよ。俺のどこにムカつくんだよ。お前が一番邪魔だよと。どこが邪魔なんだよ。見なきゃいいじゃん、興味がねえんだったら。あ？なるほど。なっちゃいいよ。うん。そうそう、だから何を言ってんのかよくわかんないよ。もう俺もうこんなの、うん、ゴミだと思ってるから。うん。長時間配、あ、すいません。俺長時間配信はしないんで。ごめんなさい。俺は長時間配信はしないよ。せいぜいやっても2時間ぐらい。4時間とかやんないから。金を稼いでる笑わすな。まあ、食っていけてんだからいいじゃん、それで。なんとかなんとかやってんだから。ねえ、いや別にアンチばっかりでもいいよ。まあお好きにどうぞって感じ。大体いらっしゃい。バカが。やっちまったな。はい、さよなら。ならブロックすんなよ。関係ねえんだよ。1000人だってブロックすんだよ、俺は。傍若待って長時間配信連発してんだろ。え、傍ちゃんは、傍ちゃんの枠でやればいいし。うん。まあまあ、多分今日の俺のここはロムってると思うけど。まあ、遠慮してコメント打たねえんだけど。あの人はそういう人だから。受け答えがなってる。おめえのコメントなんかどうでもいいんだよ、バカが。まともにおめえのコメントなんか読むわけねえだろうがよ。だるいんだからよ。
あ？相手してもらってると思ってんの？俺に。舐めてんのか、お前。バカだよ。いや、知らねえよ、もう。コメント流れちゃってっから、いちいち巻き戻す必要もねえよ、おめえのなんか。ごめんな。ごめんなさいね。残念。知らねえよ。面白えな、アンチって。いや、何がアンチなのかよくわかんないけど、よっぽか俺がネットで銭金稼いでのムカつくのかな。お前らもやってみりゃいいじゃん。簡単だよ。なあ、お金稼ぐのは。魅力的な配信やればいいだけな。やってみろよ。スマホ1台持ってりゃお金入ってくんだから。なあ。稼いでんの？さあ、どうかね。まあまあ、稼いでるかって言ったら、普通に暮らしていけるぐらいは、ですよ。まあ、でもいいんじゃない？なんとかなんとか俺は食いつないでやってきてるから、店もなくなっちゃったし、まあそれはしゃがねえなって思ってるから、うん、ね、まあしょうがねえよ。食費だけにしか使わないとか、普通の暮らしじゃない。いいじゃん、飯は食えんだから。ああ、シュンいらっしゃい。おはよう。なら稼いでる牛な。食えてんだからいいだろっていうの。何を言ってんの？お前らはなんで食ってんの？こんな朝から。バカみてえに俺の放送でコメントして。普段何やってんですか？俺は普段から配信で放送やってますけど、君たちは何やってんすか？マジで。ねえ、バカなのお前ら。クズなんだよお前らの方が。なあ。ちゃんとよ、鏡見ろよ。おめえらの方がクズなんだよ。ざま見ろ、バカ。お花畑状態だな、お前らがだよ。俺は聞かねえかんな、こんなこと言われたら。もう、こんなこと言われりゃ言われるほど、お前らたちいじるからな。ざま見ろ、バカ。こっちはよ、金困ってねえんだよ。クソガヤ。スルーしなよ。読まれたいんだろ？読んでやるよ。かわいそうだから。なあ、巻き爪、ダンロップ少年。しゃあねえじゃんかよ、お前。ホセタンさん、おはよう。どう見ても金に困ってる。いや、俺は、まあ、どうですかね。本コメが流れないから。いや、みんなは、うちはね、
俺のリスナーってこうやってね、お前らアンチコメが流れるとピタッて止める。うん、まあでもあとはさ、うなちゃんが裁くんだろうなって思って、うん、森ちゃんないんだろうね。だからたまにこう普通のコメントが出るけど、うん、ラマさんコンテありがとう、ありがとうございます。あー天狗、あーこの天狗ちゃんってあのさっき俺コラボで30分ぐらいかな、30分ぐらいだったっけ、上がってた女子で、うん、おいちゃんの放送はこんな放送ですよ、いつもアンチばっかりで。でもこれはアンチさばいてなんぼだから、うっせえなみたいな。1時間くらいかな、そんなやってた。うん、せいぜい頑張って稼ぎや、モナカ。ああもちろん、うん、さばいてないじゃん、ブロックしかない、脳がない、ブロックが怖いんだよみんな。アンチいないじゃん。あーどうかな、そうかな、いやアンチは結構いるけどね。お前はダメだよ、もうお前はダメなの、坊ちゃんに甘えんのやめな、もうおつばいボールダメ。お疲れ。俺さ、天狗ちゃんおかわり取ってきていい？ねえ、ケンちゃん、まあダメと言われても叶わない方がいいっていろんな人が言ってた。いやじゃあやめとけよ、俺なんか絡んでもいいことねえで。そうよ、おじさんに絡んでもいいことないよ。